はい、どうも皆さん、おかまいちゃんクレイジー城郭ともいきでございます。はい、というわけで今回ですね、まあ、いつも以上に、こうやってテンション上げてわーわーわーやってるわけなんですけど、まあ、本当のところは実際はですね、そんなにテンション高くないです。むしろ結構テンションは低い方なんですけども、まあ、本当の、今の僕の、まあ、状況テンションを、まあ、BGM で表すとこんな感じでございます。はい、というわけでこんな感じなんですよ。まあ、結構ね、正直テンションは低いです。はい、というのもですね、まあ、前回じゃないや、まあ、以前ね、上げた動画で僕がショールームを始めるよっていうお知らせ、告知動画を上げて、で、その次のか、その次の次ぐらいの動画でですね、ショールームのイベントに参加させていただきますという話を、多分動画で撮ってると思うんですけども、で、まあ、ラジオパーソナリティ争奪戦っていう、まあ、イベントなんですけども、まあ、単刀直入に言いますと、まあ、残念ながら、そのラジオパーソナリティの権利は、取ることができませんでした。本当に。すいません。申し訳ありません。結構、多分この動画を見てる、方も、結構ね、こう、配信、その、ショールームでするときに見に来てくださった方もいるでしょうし、アイテムを投げてくださった方もいると思います。本当にね、その思いに、応えることができず、ましてや上位陣とかでもなく、全然こうベスト5とかにも、ベスト10にもましてや食い込めなかったっていう、状態なんですけども、本当にこれに関しては僕の、まあ、不徳の致すところと、言うしか、そうですね、ない状態ですね。なんかもう、こう、下手に、その言い訳をね、そのしても、まあ、見苦しいだけだし、引き際がこう、ね、かっこ悪いという感じになるだけなので、とりあえず、まあ、僕も、まあ、そんなに今回のことに関しては、言い訳をするつもりはありません。僕の、いろいろね、こう、まあ、実力不足と言いますか、まだまだこう甘かったんだなというような感じを、痛感させられた、まあ、イベントではあります。本当に、悲しいって感情よりかはすごい悔しいっていう感情が単純に、強いですね。それとあと申し訳ないっていう、なんかこういろいろ頑張ってくださいとかコメント欄とかでも、いろいろいただきましたし、配信の時にもこういろいろコメント、アイテム、カウントだったりいろいろやっていただいたんですけども、残念ながらね、今回に関してはイベント上位陣に食い込める、っていう、すごい風にこう食い込みたいっていう風に思ってたんですけどね。そうですね。なんていうんですかね、あんだけこう大々的にこう頑張ります、応援してくださいって言った割には、そのベスト10どころか全然、なんか、まあ、上位陣もちろん1位になればラジオパーソナリティで、2位3位の人はゲスト枠で登場できるよっていうのと、あとそのランクには入らなくても、確か15万ポイントを集めたら、そのラジオ局のプロデューサーさんと、番組プロデューサーさんと、面接が、させていただけるという権利が、いただけるんですけども、それすら、まあ、手の届かないような、順位、不甲斐ない順位だったので、そうですね。 なんか、これ以上喋ったらちょっとね、俺も目がうるうるしてきそうだから。 まあね、今回は本当に単純に、まあ、悔しいですね、僕の実力不足ということで。応援してくださった皆様、本当に、もう感謝してもしきれないような、感じです。本当にありがとうございました。そして、順位に食い込むことができず、こうそれに見合った活躍ができず、本当に申し訳ありませんでした。まあ、でも、今回のイベントが、まあ、なかなか、成績が出なかったというだけで、決して、ショールームをやめるわけでも、ましてや、YouTube をやめるわけでもありません。今後も、活動させていただきますので、ぜひとも、今後とも僕ともゆきをよろしくお願いします。まあ、正直ありますよ、いろいろ。今回のイベントで感じたことだったり、結構不平不満じゃないけど、ああ、こうこうこうだったなとか、いろいろこれ言いたかったなっていうこともあるんですけども、それも含めてね、ちょっと今回、まあ、これをいい機になんでね、いい機会なので、ちょっと楽曲の方を、
まあ、出そうかなと思っております。この YouTube 上でちょっと音楽、自分が、まあ、こう作詞作曲ではないですけども、まあそんな大それたもんじゃないけど、まあ、曲を1曲作ってラップにしようと思ってるんですけど、それを作って投稿しようと思ってるので、まあまあ近々ショールームだったり、その配信系 YouTube だったり、まあツイキャス、まああと他、まあ、ニコニコ生放送とかね、そういう系の、まあ結構、いろいろね、そういう配信系の不平不満だったり僕の思うことっていうのをいろいろガッと詰めて、一曲にしたものを、まあ、皆さんに披露したいなと思っているので、まあ、それもね、近々、皆さんこう待っていただいて、まあまあその時にはいろいろいいねボタン、コメント、拡散希望、もちろんまだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録っていうふうのを、していただけたらありがたいなと思います。とりあえず今はあんまりこう頭がバーッと回る方じゃないので、今単純に今回の動画は、まあショールームの今回のイベントは残念でしたということと、あと本当に応援してくださった皆様ありがとうございましたという、報告がメインとして、まあね、今後もよろしくお願いしますという意味合いを込めた、まあ、番宣報告動画でございました。はい、最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントなんかもよろしくお願いいたします。ぜひお気軽にやっていただいたら、まあほとんど大体 90% 以上の確率で、コメントの方は YouTube で返させていただきます。そして、ショールーム来ていただいたらですね、まあほぼほぼ 100% いや 120% の確率で、ね、今のところはそんなに何万人も来てますみたいなことじゃないので、恥ずかしながらね、ショールームの方もね、来ていただいたら下の方に僕のルームの URL 貼っておきますので、まあ、その下の URL の方から、僕のね、ショールームの方の配信ルームの方のリンクに飛んでいただいて、ぜひぜひ僕の配信もチェックしていただけたらなと思います。まあですね、そのハートボタンがあるんですよ。そのハートボタンを押したら、まあフォローするってなって僕が配信するときには皆さんの方に通知が行く形になるので、ぜひぜひお気軽にフォローしていただいて、一度は、僕のねこう配信に遊びに来ていただいたら、そして何度も何度もこう遊びに来ていただけたら、嬉しいなと思います。その際にはぜひアイテム、コメントなんかも、あとカウントもね、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、こういう時に噛むんだよね、噛んじゃうんだよね。大事な時に噛むってありがちだよね。ともゆきあるあるだよね。まあね、そのともゆきあるあるも俺らしいってことで、また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、アディオス、バイナラ。